皆さん、こんばんは。今日は2024年9月5日木曜日です。今日のテーマは、中国では不動産資産税、固定資産税ではなく、不動産持税というものを導入します。そして、中国の特別な事情なんですが、都市部にある 城中村。都会にある村ですね。これについて話をします。中国政府は農民に課税します。これは結構大変なんですよ。中国政府ですね。不動産税、固定資産税、絶対に取るぞっていう姿勢なんです。中国の住宅委員会がある施策発表して、みんな ものすごいびっくりして、まだ怖いとなってきました。公定資産税を取りたいんです。この間、ものすごい批判されました。中国政府は公定資産税の代わりに住宅養老金、つまり住宅を維持する費用という施策を出しました。住宅とは資産です。 資産の価値を維持するには、点検、補修、工事、大規模修繕、例えばエレベーターとか、変えなければいけません。全国で住宅維持費用を取ると、年間1兆元取れます。この1兆元を使って、政府が計画し、点検、また工事をすると説明しました。 住宅を持っている方、住宅の点検、メンテナンス、工事する費用を徴収しますというふうに言いました。今回は住宅ですが、でもですね、小三憲法について税金を取ると考えています。もしですね、この税金を取れたら年間2兆元も取れるというふうに発表しました。つまり、 小3憲法でしたら、普通の住宅よりもかなり多く取れます。という意味なんです。これについて説明します。小3憲法について、税金を取ると、地方政府の税収は増えます。また、小3憲法を合法的にできます。これについて後で説明します。現在、全国で、 80平米あるんですよ。土地の使用税と固定資産税合わせて少しずつ取ればいいんです。そうすると、第三憲法より多めに取っても不満の方は少ないと思います。税率を2%から3%に設定すると考えています。小三憲法の 住宅価値を1平米1万元で計算します。まだ我々は社会主義であって平等・公平が大事です。小3憲法と第3憲法を一元化にします。小3憲法のことを合法的にすると資産価値は上がりますので、というふうに説明しました。真実の目的というのはですね、 小三憲法から固定資産税を取ります。それをですね、少しずつ国民に慣れてもらって、最終的に全国で固定資産税を取るよっていう意味です。これについて説明します。日本とは違いますので、中国には小三憲法と第三憲法二つあるんですよ。これがですね、中国の 不動産所持証明書なんです。ここに書いてありますが、土地は使用権です。部屋は所有権です。原因はですね、中国はやはり社会主義の国家であって、土地は国家所有です。住宅建設用の土地をここに書いてありますが、譲りました。ここではですね、やはり書けないんですよ。 例えば、売却とか販売とは書けませんので、本来ですね、やはり社会主義ですから、土地というのは全国民の持ち物なんです。こちらがですね、集団、不動産、建物、物件、証明書なんです。これがですね、全然違うんですよ。これについて説明します。中国では土地ですね、2種類あります。主に2種類ありまして、 一つは国家が所有する土地です。一つは集団が所有する土地です。この集団とは村なんですよ。中国の法律では自由に売買できる不動産というのは建設用の土地で建設しなければいけません。建設用の土地でしたら、この土地にある物件購入、 ままだ売買はできます。これで不動産所持証明書を持つことができます。建設用の土地ですね、地方政府はその枠を決めて、競売の形で売ることが基本なんですよ。住宅用であったり、工業用であったり、作業用、事務所用、あるいはイベントの会場用、あるいは広場用というふうにですね、 使用,用途を政府がですね決めるんですよ集団が所有する土地について地方政府これは主に市の政府なんですが市の政府はこの土地を徴収します例えば農家田んぼとかですねそれを取って建設用の土地にします都市計画によって土地の使用用途を 建設用にします。政府としては農家、まだ農民に対して補助金、まだ賠償金、などだと支給します。この土地で作った不動産ですね。最終的には売買は可能です。国家としては認めますし、売買は自由のはずです。さっき言いましたが、小産憲法っていう不動産ですね。 町中村とも言います。村、都市部の中にある村ですね。なので、皆さんですね、近くに来られて、多分ですね、びっくりする方はいらっしゃると思います。都市部です。この町は、ものすごい、発達しています。でもですね、一歩ずれたら、ものボロボロですね。農村部ですね。というふうに、思う方は、いらっしゃるでしょうか。 実はですね、都市部の中心地にあるですね、村がもう普通に存在します。大都会、また都会の市内中心地にはほぼ100%超えた村ですね、存在します。この村にある土地はですね、この村、つまり集団の土地なんです。住んでるのは基本ですね、農民なんですよ。都市部の中心地には 農村部あるという意味です。村の政府は農民の同意を得て農民の家を複数ですね、それを潰します。団地を開発しました。物件を建てて売りました。こういう物件のことですね、我々は小三憲法と言います。市の政府が認めた土地であれば第三憲法と言います。 もしですね、土地を建設世の土地に変更すれば、莫大な税金かかってしまうんです。都市の地方政府、これは主に市の政府ですが、土地を取って、定売の形で売ります。土地の値段はですね、ものすごい高いんですよ。不動産、開発企業、例えば、広大グループが購入して、物件を取ります。 それから物件を売ります。しかし農村部の政府にはそんな余裕はありません。自分で物件を建てて売っていました。本来ですね、これは農民が住むことが原則なんですよ。こういう物件ですね、中国政府としては認めません。売買は不可のはずです。売買もできないという意味ですね。まだですね、購入する人は 村の委員会と契約します。国ではないんです。村の委員会としては購入する人を認めますっていう意味です。もちろん実は売買は可能なんですよ。買う人と売る人ですね。売買してもらって村の委員会に来てもらって陶器を買えばいいんです。ただし売買するには非合法ですから 仲介業者は基本ですね、参入しないんです。広告出せません。また仲介業者ですね、やはり堂々と仲介しません。あくまで個人と個人での売買なんです。賞賛憲法には特徴があるんですよ。これについて説明したら、実はですね、悪くもないんです。一つ、安いんです。やはり土地代が 安かったんですよ。あるいは土地代というのはですね、コストなかったんですよ。建築費用と村の政府、まだ農民さんが少し収益はあったんです。一つ、土地、まだ物件ですね、政府がやはり正式に認めませんので、住宅論はダメです。つまり現金、取引です。 これが原則です。ただしですね、消費者ローンとかからですね、借りる人もいるんですよ。次は、一つ、物件の質、品質について政府の検査機構知りませんので、やはり村が工事しました。一つ、違法住宅だよと言われたら反論はできません。ただし、昔からずっとこのもの存在していて、 市の政府にしても、中央政府にしても、みんな知らないふりをしています。一つ、場所はですね、結構いいんですよ。都市の中心地にありますから、立地がいいんです。次は、一つ、高層ビルではないんです。面積はですね、結構広くて、ファミリー世帯向けです。まだ、2階住宅、3階、4階、5階建物が多いんですよ。 つまりエレベーターがないんです。まだ村が自主管理ですから管理費とかはいりません。やはりビあのエレベーターがないので安いんです。現在ですね、小3憲法について情報がありました。都市部にある全部の物件ですね、20%から25%がこの小3憲法なんですよ。なので皆さんですね、 びっくりはするかもしれませんが、中国には普通に存在します。都市部の約4分の1ですね。こういう村の中に、都市部の中にある村なんですよ。小三憲法です。全国で小三憲法のこの建物の面積は約80億平米です。まだ物件の数といえば約8000万件あります。 今回中国政府の目的とは、小三憲法を合法的にします。そうすると、第三憲法を持つ方は、まずは反対しません。税金を高く設定して、土地の使用性を少しずつ徴収すると、みんな納得するでしょう。そして、小三憲法は合法的になって、 不動産価値は上がります。やはり政府は認めますから、売買するときに絶対に高く売れるんですよ。誰も反対しないでしょうし、そして8000万件もありますから、1件あたり約100万元です。つまり80万兆元、80兆元ですね。2%から3%取れたら、平均2.5%にしますので、 年間約2兆元取れるっていう計算なんです。しかしですね、現在ものすごい、まだ批判、すごいされています。誰も喜んでいません。原因を言いますと、この賞賛憲法を購入して、東海人にはですね、やはり自慢できません。賞賛憲法を持っているとですね、結婚は難しいんですよ。中国では男性がですね、 結婚するには、やはり住宅、うん、必要なんです。でも、小三憲法でしたら、ちょっと難しいんですよ。また、小三憲法を購入する方ですね、主に農民孔なんですよ。あるいは、出稼ぎ労働者と言います。若い時に、自分の田舎から出てきて、都会で働くんですよ。十数年、二十年間も働いてですね、都市部で不動産を 購入するのはですね、絶対にありえません。でも、この賞賛憲法でしたら、購入はできます。現金で買えるんですよ。都市部に住みたいし、住宅がどうしても欲しいんです。実はですね、都会人にも株人がいるんですよ。つまりですね、富裕層ではない都会人です。家事取り損でもないんです。比較的に貧困世帯が購入します。 普通の住宅はみんな欲しいんですよ。でも高いんです。政府の保障制住宅、つまり市営住宅はなかなか来れません。賃貸は安心できません。そうすると、商産憲法買います。簡単に言えば、こういう世帯ですね、実に余裕はないんですよ。ネットではですね、みんな反対する理由というのはですね、やはり世帯年収、 10万円もないんですよ。200万円もないんですよ。ここで年間で2.5万円、約50万円ほどの不動産税取られたらこれはちょっと痛いんです。生活はできないんですよ。つまりこの賞を憲法をも持っていればですね、余裕はないんですよ、実は。そもそも余裕がない方はこの賞を憲法を購入しましたし、普通ですね。で誰でも 普通の住宅方針です。ただしですね、これから政府が無理やり実施する可能性は非常に高いんですよ。つまり今後ですね、賞賛憲法とは普通の住宅となります。そうすると、堂々と広告を出して市場で流通、つまり売買は自由なんですよ。結果を言いますと、毎年ですね、税金を取られますし、 そして、不動産価格、政府が決めるんですよ。この相場ですね。1平米1万円っていう風に決められました。税金のパーセンテージは2%から3%です。高いんですよ。なので、今のうちに降りましょうと、やはり維持はできません。また、税金が高いので、商賛拳部の価格ですね。私は高くなるとは思えません。 まだみんな売るでしょうし、逆に安くなると思います。まだその都市にあるですね、販売中の普通の中古物件がどうしても急に増えてしまうんですよ。現在、中国の不動産市場はものすごい良くないんですよ。これからも悪化していくでしょうし、これはですね、結構大変なんです。中央政府ですね、不動産市場を刺激して、なんとか よくしたいんですよ。でもそれができません不動産市場の特徴ですね高くなるときに高級物件が先に上がっていくんですでもですね下がるときは中古中古の物件あるいは人気のない地域にある物件が先に下がりますつまり省産憲法この物件ですねこういう対象なんですかなり下がると思います まだ、省産憲法でしたら、固定資産税取られるし、いつか全国で普通の住宅も取られますよね。と、みんな、これでわかると思うんですよ。そうすると、不動産投資する方は、早く売ってしまいたいんです。普通であれば、経済が良くなっていく、成長するんです。それで固定資産税取られても、問題はありません。でも、今は逆です。 経済が良くないんです。収入は減少です。固定、資産税ですね。本当に重いんです。つまり、そのうち中国の不動産市場は崩壊です。また、これは新しい情報です。中国ではコロナですね、の時代でものすごい注目された会社があります。中華の課、加速、減速という会社です。 加速と言います。検査キットなどなどを販売して製造していました。新しい業務ですね、この会社は発表しました。上場企業です。住宅の点検業務スタートです。物件の安全性をチェックする設備を導入しました。住宅の物件をチェックして提案します。メンテー 修繕業者さんを仲介して工事を監督する。責任を持ってサービスを提供するんですよ。という話がありました。ただしですね、この社会、この会社に対して、社会ではあまり良いイメージがないんですよ。やはりですね、コラの時代でしたけれども、この会社ですね、いつも人の喉を突っ込むんですよね。綿棒ですね、持って喉に突っ込むんです。 中央政府、この間発表しました住宅養老制度ですね。これについてさっき話をしましたけれども、この会社は中央政府の方針に合わせて行動していると思います。つまり非常に臨機応変で活動しています。コロナの時代ですね、すぐに検査キットを販売して製造して、また、えー、検査ですね、ピシャル検査をやっていました。ものすごい儲かりました。 これからですね、住宅の点検、工事をやるんです。中国の経済学者、ニンさんという先生がいます。このニンさんですね、最近話ありました。2023年まで中国には住宅の面積合計335億平米、約3.8億件の住宅があります。上海市政府が決めたんです。 住宅の点検、メンテ修繕工事代2.2件、これは1平米ですね。2.2件から50平米、50元1平米です。約ですね、400円から1000円ほどですね、1平米取るんですよ。これはですね、前の動画で話をしましたが、住宅の回数、6階建て、5階建て、あるいは20階建てによって違うんですよ。 まだエレベーター付きなしが、この修繕工事代ですね、自費を使うんですよ。年間ですね、この値段で著書すれば、7500億円取れます。ただし、これはですね、あくまで住宅です。商業物件、またテナントはその倍にする予定です。もしオフィスビル、商業ビル、政府ビルとか入れたら、全国で中国にはですね、 6億棟の建物がありますそのうち80万戸は政府の行政ビルです。現在、中国の不動産価格ですね。2016年のレベルとなってきました。中国の不動産価格は2015年、都市化計画実行して、2016年ぐらいから高騰してきました。ただし、当時、方々ですね。 住宅ローン混んでいますので、返済は約10年間くらい返済してきました。8年目、あるいは9年目ですね。不動産家族は確かに戻ってはきました。でも、売れません。やはり、この間ですね、ずっと住宅ローン返済してきましたし。ただしですね、投資家は違うんですよ。まだ様子を見ています。やはり不動産振興。この2、3年間我慢すれば、 まだ上昇するでしょうという自信はあるんですよ。つまり期待はあるんだと思うんですよ。持っていてもコストはないですし、税金ないのでという考えです。ただし、これから不動産維持するだけでお金はかかります。点検、メンテ、まだ大ですね、工事費用、政府が取るんですよ。これで焦って売ると思います。やはり持ってるだけでお金はかかってしまうんです。 あるいは持ってるだけで赤字でるんですよ。また中国の不動産の数ですね。大都会であっても実は供給過剰です。例えば中国ではですね、結構都会人はいるんですよ。中小都市、例えば東北地域ですね、人口は減少。特に若い子たちは大都会に出てくるんですよ。これで 北京、上海、広州、深セですね。こういった大都会は人口がどんどん増えてくるんですよ。住宅は足りません。という自信は持てるんですよ。実はですね、違います。大都会であっても供給過剰です。原因はですね、大都会にはこういう常駐村あるからです。これから物件がいっぱい出てきますので、絶対に供給過剰です。 そしてですね、また台風なんですよ。中国の不動産ですね、どのくらいの量あるでしょうか全世界の人類ですね、みんな住んでもきが出るんですよ、実は。そういう話もあるんです。ただし、これについて証拠はありませんが、中国の経済学者ですね、分析して、そういうふうに報道、えー、ですね、ありました。分析は出ました。中国ですね、不動産はこれからですね、絶対、ダメなっていくと。 いうふうに思います。中国の経済を支えるのは不動産なんですよ。中国の不動産ですね。悪くなったら経済も良くなりません。というふうに私は言います。そして中国ではですね、まだたくさんのおかしい話ありますので、まだ少しずつ話をしたいと思います。この動画はここまでしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。